皆さんこんにちは、白瀬あかりです。この度は長い間 YouTube の動画投稿をお休みしてしまい、誠に申し訳ございませんでした。 YouTube の動画投稿をお休みしていたのには理由があります。この度私、白瀬あかり、 YouTube の動画投稿を週に見ることに決定いたしました。ごめんね、ごめん、釣ってしまって、釣り師だけに。ツイッターでは告知していたんですけど、私の今年の目標が5万人を達成することなんですね。でもこのまま週一投稿でしてても5万人に達成しないなって思って、7月の間は YouTube の動画投稿をお休みして、その間にストックを貯めといて、8月からちゃんと週2投稿にできるようにしようと動画投稿をお休みしておりました。このまま週1投稿をして、まあその間もずっと週2投稿にいつかできたらしたいみたいなことを言ってたけど、それはいつになるんだって自分自身も思ってて、週1投稿でもいっぱいいっぱいなのに、それをやった状態で週2投稿に変更するなんて自分自身まだ無理だなと思ったので、一回決めたことをやめるのは勇気がいるけど、一旦ここをお休みして、その間にちゃんとストックを取りためて YouTube のことを勉強して8月から再スタートしようと思いました。 YouTube って自分の色を作ることが大切だなって思うのね。TikTok が伸びてる理由については、まああざとっかとして結構キャラを確立させてるっていうのもあるかなって思ってて、でも YouTube の自分のキャラとか色とかがまだ正直見えてないの。YouTube で自分のやりたいこととファンの人が見たいものが一致してないと伸びないと思うし、ファンの人が見たいと思える動画を出したいので、みんなと一緒に YouTube の色を確立させていっていけたらなって思ってます。なので皆さん力をください。なんかね、私の切り抜き動画を載せてくれたりして、もう拡散してくれてる人たちもいて、本当に嬉しいです。本当に嬉しい、ありがとうございます。私のために時間を割いてそういう動画を作ってアップしてくれる、その作業が本当にもう嬉しくて、本当にありがとうございます。そのファンの人たちの気持ちに応えるように頑張っていくので、ぜひ皆さん応援してくれると嬉しいです。YouTube の動画投稿は毎週火曜日の21時と金曜日の21時にアップしていきたいなと思ってます。ぜひ皆さんたくさんコメントしてくれたら嬉しいです。あとね、新居なの、新居初公開、初公開っていうまでもまだ全然いかないんですけど、まあ新居でね、新規一転 YouTube も新しくしてこのお家で頑張っていきたいなと思ってます。それでは今日も見てくださりありがとうございます。これからの YouTube の投稿を楽しみにして待っててください。もしよかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。以上、白瀬あかりでした。バイバーイ。